はい、こんにちは。こんにちは。リトル株90の、まあ、リアのサスペンションは交換したんですけど、やはりね、フロントもね、ちょっとねバランスよく強化したいなと思いまして、今回これを買いました。はい、じゃん。東京堂で、売っているフロント強化サスペンション YSS 製ですというのを買ってみました。はい、これをつけたら多分フロントがねもう少しねうまく硬くなってくれるのかなとちょっと思っております。さて、じゃあせっかくなんでちょっと中見てみますか。ね、今までね、ギアは変えてたけどねフロントは変えたことないんですよね。はい、こんな感じ。お、意外と小さい。多分こんな形で作るのかな。はい、よっ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 。あ、うん、まあこれでねフロントもねうまくしっかり吸収してくれるといいかなと思いますので、じゃあこちらもこちらを交換していこうと思います。はい、じゃあよろしく。それではサスペンションの交換準備をします。フロントサスは前から欲しかったのです。まずはフロントタイヤを浮かせます。専用ジャッキがないのでちょうどいい工具箱を使います。エンジン交換でも使った工具箱は便利です。それではタイヤを止めている軸のナットを外します。ここいら辺は簡単に作業ができますね。軸が外れたらタイヤを取ります。あれ、タイヤが取れない。なぜだ。そういえばタイヤを太くしたんだった。どうしよう、引っかかってる。これからタイヤと当たっているボルトを外します。確かショップの人も苦労したと言ってたな。カブのタイヤハウスは結構ギリギリなんだ。サスを止めているボルトを外します。ここまでくれば取り出して交換です。サスとスイングアームをばらします。ここでプラスネジ、硬くて取れないんじゃないか。硬くなっているとネジ山が崩れる。というわけでインパクトドライバーで外します。外れるまでひたすらドライバーを叩きます。外れるまで15分は叩き続けた。お疲れ様です。やっとネジが緩みました。疲れたよ。やっと外れた。本当に手強いやつだ。これでやっと取り付けできます。
組み立て完了です。ご苦労様。あとはひたすら組み付けます。反対側も同じように外します。2回目のインパクトドライバーです。しっかりとドライバーを押さえてハンマーで叩く。ネジ山を崩さないように注意しながら行いましょう。結局15分はネジ外しにかかってしまった。腕もパンパンになってしまった。意外と楽ではない仕事だな。あとはタイヤを取り付ければ完成です。思ったより重いので腰に注意です。交換完了です。やったね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、フロントサフ交換しましたね。うん。いやね、なんかね、止まるときね、結構ね、沈み込みがなくてね、しっかりして止まってくれます。うん。